皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明をご紹介するシリーズです。今回は、10月14日現地時間にトランプ大統領が出した声明の中で、平和的かつ愛国的にという文章を読んでほしいというものがありました。そちらの文章は14ページにわたる、ベニー・ g トンプソン。 あの、非選択委員会、6月6日の魔女狩り裁判の委員長を務めている人に宛てた手紙です。そちらを日本語にしましたので、日本語を表示させながら今回は読んでいきたいと思います。それでは始めます。ドナルド、基本的に機械役ですのでご容赦ください。ドナルド・ジェイ・トランプ、2022年10月13日、平和的かつ愛国的に、名誉あるベニー・ジー・トンプソン委員長へ、 親愛なるトンプソン会長へ、2020年のボス選びは不正に捜査され、盗まれました。ロシアロシアロシア、断崖デマ1、弾劾デマ2、4800万ドルのミューラー報告書、確保結託なしで終わった、確保閉じ、ウクライナのフィクションを作成するために議会で多数派の地位を利用した急審査派民主党員の同じグループ、ウクライナウクライナ、 私の不代理運動に対する凶悪で違法なスパイ活動、その他、多数の人々が非常に党派的な平政治ハックと凶悪犯のこの委員会を作成した人々であり、その唯一の機能は多くの勤勉なアメリカの愛国者の生活を破壊することです。人生の記録は破滅が試みられるこの時点まで傷がついていません。うは で、起こったことと極左、アンティファ、ブラックライブスマーターなどの無法なグループで起こったこととの間の無選択の二重基準は驚くべきものであり、決して受け入れられません。このメモは多くの人がシャレードと魔女狩りとみなすものに何億ドルも費やしているにもかかわらず、協力で 大きな要求にもかかわらず、あなたが1ドルも費やしていないという私たちの怒り、失望、及び不満を表明するために書かれています。2020年のボス選び中に行われた大規模な不大で詐欺を調査する短い瞬間であり、懸念されるアメリカ国民として、詐欺自体に抗議していた人々のみを対象としています。しかし、犯罪と戦った人々は、 ほんの少し前には考えられなかった運命に苦しんでいます。アメリカには2層の司法制度があり、これを継続させることはできません。私たちの国の大多数の人々は、2020年のボス選びは決定的に不正であると言っています。これには多くの議会が地方及び州の政治家や裁判官によって重要な規制や要件が無効にされたという事実があり、 これは完全に違法であり憲法違反です。2021年2月、タイムマガジンは2020年のボス選びを不正操作するために開始された影のキャンペーンのストーリーを打ち破りました。暴露しました。著者は次のように書いています。大統領にとって何かがおかしいと感じました。トランプ氏は12月2日、全てが非常に奇妙だったと述べました。ある意味、 トランプは正しかった。裏では陰謀が企てられていた。あなたはこれについて一つの質問もしていません。1888年以来、現職の大統領で票を得て再選を逃した人はいません。2020年には2016年よりも何百万もの多くの票を獲得しましたが、これは政治史では前例のないことです。 オハイオ州、フロリダ州、アイオワ州に勝利したとき、私は地滑り的に勝利しましたが、1960年以来、総選挙で負けた大統領はいません。私は19の選考軍のうち18軍で勝利し、私のおかげで27のトスアップ会員フライレのうち27の勝利を確保し、民主党は衆議会を一つもひっくり返しませんでした。 それでも、どういうわけか、梅田は特定のスイング州の都市で、黒人人口でオバマを打ちまかしましたが、それ以外の場所ではありませんでした。それは全て不可能であるか、非常に可能性が高いことです。ほぼ全ての共和党を含むアメリカ国民の大部分は、札入れが不正に捜査され、盗まれたと感じています。かっこ、彼らは決定的な証拠を見たので、その一部はこの手紙に添付されています。 閉不正、不代理委員会による作業は行われませんでした。私たち、そしてアメリカ国民の大部分は、それがあなたの委員会の仕事の一部であることを単に求めました。しかしあなた方はそれをしませんでした。さらに、非選択委員会は2021年6月6日の数日前に、 私が何千人もの部隊を選抜することを推奨し、承認したという事実を故意に無視しました。6月6日、国会議事堂とワシントン DC 全体の平和、安全及びセキュリティを確保するために配備されました。 さらに、非選択委員会は、2021年6月6日の数日前に、私が何千人もの部隊を選抜することを推奨し、承認したという事実を故意に無視しました。6月6日の日、国会議事堂とワシントン DC 全体の平和、安全及びセキュリティを確保するために、配備されるためのものです。これは本能と聞いたことに基づいて、 群衆が私のスピーチやその他の様々なスピーチを聞きに来ることを知っていたからです。非常に大きなものであり、誰もが可能だと思っていたよりもはるかに大きい、結局のところ、それは私がこれまでに話した中で最大の群衆の一つであり、ワシントン記念塔にまで遡る非常に広い範囲でした。この群衆の巨大な規模とその意味は、 あなたの委員会の主題ではありませんでした。実際このような歴史的なイベントの場合、そのイベントを正確に示している写真や実際に何人の人がそこにいたかを示す写真はほとんどありません。国防総省のタイムラインは、州兵部隊が6月6日より前に国会議事堂に容易に駐留していた可能性があり、 私がこの韓国と要求を完全に承認したことを示しています。私の許可に続いて国防総省はワシントン DC のムニエル・バウザー市長と国会議事堂警察から書面で大規模な拒否を受け取ったことに驚きました。法律ではワシントン DC で軍隊を配備する前に彼らの許可が必要なのです。この準備が 整ったた力を行動まはは使用でできなないのはなぜですか周兵やフェンシングのほんの一部がそこにいたとしても問題はなかったでしょう。6月6日はただの何の問題もない普通の日付だったでしょう。私は予定よりずっと早く仕事をしました。それを本能と呼ぶ人もいますが、軍隊は準備万端でした。ナンシー・ペロシとミュリエル・クッパは仕事をしませんでした。 彼らは兵士の外見が好きではありませんでした。そして悲しいことにあなたの委員会はそれについて何かを言うことを拒否しました。委員会が見たいものではありませんでしたから。あなたは公然とナンシー・ペロシは立ち入り禁止であると述べましたが、この問題についての議論はありませんでしたが、 彼女と市長は軍隊を連れてこないというこの非常に悪い決定に責任がありました。軍隊は準備ができていたのに、あなたはこの話題について話し合うことさえ拒否しました。なぜでしょうかテレビの視聴率が非常に低いにもかかわらず、非選択委員会はこの国がこれまでに見たことのない小トライアルを永続させてきました。 正当な手続きも反対尋問も本物の共和党員も正当性もありません。なぜならあなたは不正不代入れについて話したり軍隊を召集したりしないからです。それは最高レベルの魔女狩りであり今まで続いてきたことの続きです。あなたは詐欺を作った人々を追ったのではなく憲法上の権利であるとしてそれに疑問を呈した 偉大なアメリカの愛国者を追いました。あなたの委員会が座って輝きを浴びている間、これらの人々は彼らの人生を台無しにされました。この国の人々は法の下で不平等な正義を支持したり、自由と正義を支持したりしません。フダイレビが来ています。私たちは正規の犯罪について答えを求めます。第45代。 アメリカ合衆国大統領ドナルド・ジェイ・トランプ。そしてコピーを会議員エレイン・ルディア、リズ・チェイニー、アダム・キンジンが宛てに出しています。そして付録として当時の写真が添付されています。アリゾナ、一つ、M 軍は少なくとも2万通の郵便不大で受け入れました。 後、2020年11月4日の1万8000札を含む2020年の札入れ日は、アメリカ郵政公社から回収されました。これは1万トンで457票の札入れマージン全体を超えています。一つ、初期の札入れ用紙の封筒の署名に関する調査では、M 軍で22万9430の縁の一致しない署名が特定されました。当局は2万5000件。 つまり1.3%の不一致しか報告していません。一つ、M 軍のアリゾナ法医学監査では17,322枚の重複した不在者の不代入用紙封筒を含む決定的な多数の異常、詐欺及び不代入法違反が特定されました。11月4日から11月9日の間に多数の郵便不代入用紙の重複が発生しました。 このうち2日間に寄せられたフダイの96%は重複したものでした。一つ、監査人は2021年2月2日に監査が開始される前日を含む重要な日にパージが行われ、札入れ・総札入れのデータとセキュリティログの何百万ものファイルが削除されたという証拠を発見しました。一つ、 M 軍監督委員会は召喚状を受け取った後システムを一掃しふだ入れデータを移動したことを認めました一つ P 軍のシルビア博士による別の分析では郵便ふだ入れに重大な異常があることが分かりましたふだ入れ率が異常に高いふだ入れ区92%以上では 郵便不代入れで梅田の6%の共和党員から40%の共和党員が梅田に投票、梅田に不代入れし始めました。これは非常に疑わしいものです。一つ、P 軍の2つの地区には郵便不代入れの100%の投票率、これは不可能です、があり、40の不代入れ区で97%を超える不代入れ率がありました。 一つ、監査により ARS、AR たらカンタラなど2020年のボス選びで多数の州選挙法が破られたことが判明しました。一つ、破損した筆入れ用紙から作成された2500枚の複製筆入れ用紙にはシリアル番号がなく ARS16-621 に違反していました。 一つ、1919通の郵便不代入れ用紙の封筒に署名がありませんでした。一つ、M 軍は郵便不代入れ用封筒に1455件の署名なしがあったと報告しました。一つ、M 軍では少なくとも74万票の札が COC 要件に違反しました。グルジア 一つ、Facebook が資金を提供する札箱からの43,907札が管理規制に違反した d カル l 群でカウントされました。ジョージアは11,779札で決定されたことを思い出してください。一つ、F 群で札入れ用紙をカメラで何度もスキャンしている札入れ所職員が捕まりました。 札入れ画像により少なくとも3390札の重複投票が梅田にカウントされたことが確認されました。一つ、G 州で違法に投じられた少なくとも1万トンで300札及び最大3万5千札は2020年の結果をひっくり返すために必要以上に間違った軍で札入れした個人によるものです。一つ、F 軍のブラッド自身の調査員は 札入れ用紙が行方不明であると報告しました。彼は少なくとも2800札の札入れ用紙が黒い箱ではなく郵便カートに入ったことを目撃しました。トランプ大統領の圧倒的なリードが F 軍でより多くの札が集計され続けているため縮小した札入れ日のこと。一つ、捜査官はまた 梅田について同じ札入れ集計が複数回繰り返されたことを発見し、約1000票の余分な札が集計された可能性が高い。一つ、この個人的なメモが彼に送られてから一週間後、ブラッド・ラフェンスバーガーは、札入れ結果が信頼できる健全なものであると公に主張しましたが、そうではないことを知っていました。一つ、ラフェンスベルガーは、 2020年の札入れ後の共和党とのテレビ電話会議で札入れの結果が疑わしいものになった多数の不正行為について知らされました。G 群の札入れ管理委員会のメンバーから次のような告白を含みます。私はそれが正しく行われたとは思いません。と。一つ。 札入れ担当者が札入れ用紙を改ざんし、札入れ機によって拒否された後、何百人もの札入れ資格者がトランプから奪われました。トランプ札は破棄され、無効票は梅田のために不法にカウントされました。一つ、ハンドの再集計中に、100、0、および200、0の不正なカウントを含む、梅田の全開一致の札入れ数を示す集計シートが改ざんされました。m ュ u 一つ、デトロイトの役人は、共和党の札入れ挑戦者のアクセスを不法にブロックし、窓を覆い、警察に通報し、秘密裏に投札を数えるための合法的な挑戦を拒否しました。一つ、先生教述書とビデオ証拠は、札入れの夜の午前3時30分に、当時の TCF センターの裏口から数千の札入れ用紙が配達されたことを示しています。州上院のライノは、 2020年の札入れを分析した報告書でもこれを確認し大量の札入れ用紙が管理の連鎖なしで TCF センターに届けられたと述べましたそれらの札入れ用紙は箱から来ました一つマット・デ・ペルノは札入れ機が破壊されリモートでアクセスされていることを発見しました A 軍では7000トンで48票が梅田に有利に変更されました ペンシルベニア。一つ、P 州では2021年2月の時点で、札入れ資格者よりも12万1240札多く札がありました。法律により、P 州はこの種の不一致がある札入れを認定することはできません。一つ、D 軍で提起された訴訟は、2020年の11月から札入れ関係者が札入れ証拠の発揮について話し合っているビデオの証拠を明らかにしました。 ある関係者は、筆入れのパッドと2番目のスキャナーを取り除く必要性について話した後、重罪ですと述べています。訴訟に関与したビデオと情報筋によると、D 軍の役人は多数の筆入れ法に違反し、証拠を隠す必要がありました。記録の破棄は、最終的に提供された記録が、 2020年11月に報告された不代入れ結果と実際に一致することを確認するために行われたとのことです。一つ、ビル・バー司法長官は、ビル・マックス・ウェイン連邦検事が不正不代入れと不正ボス選びに関する様々な申し立てを受けたと報告した後で、再、ビル・マックス・ウェイン連邦検事に不代入れの不正行為を調査しないように命じました。 ウィスコンシン州。一つ、W 州では20万人近くの不代入れ資格者が無期限に閉じ込められていると特定しましたが、そうではないことがよくありました。彼らは単に郵送普代入れの普代入れ資格者 ID4 を回避する手段として、流行り伝染病を使用していました。これらの不代入れ用紙は破棄されるべきでした。 2020年の母ス選びの後、裁判官は民主党の知事には、すべての不ふ入れ資格者が ID なしで、不在者札入れを行うことを免除する法的権限がないと判断しました。一つ、w c 立法監査局によると、2020年11月に44,272人が、不だ入れ資格者 ID を表示せずに不だ入れしました。 これは州の不代入れ率の2倍以上です。一つ、W 州不代入れ管理委員会は介護施設に不代入れ法に違反するよう命令しました。その結果、不正不代入れが蔓延し、介護施設で95から100%の不代入れ率を達成することは不可能です。一つ、W 州最高裁判所による強力な判決で2020年の不代入れで使用された 札入れ箱は違法であることが判明しました。同意見で裁判官は次のように述べています。そのような札入れは違法であり、結果は違法です。5つのスイングステートのみを取り上げましたが、これは国の残りの州には関係ありません。例えば、ネバダ州では17軍中15軍で、札入れ資格者よりも多くの票が得られた投票のための現金制度について、どのような取り組みが行われているでしょうか 委員会は FBI がクリストファー・スティールに支払いたいと望んでいた100万ドルについて報告するつもりですか私が大統領執務室にいた時でさえ民主党によって他の誰にとって政治史上最大のスキャンダルの一つになるのでしょうか最近 FBI が2020年のボス選びに干渉し Facebook とメディアに何も明らかにしないように指示したことも報告されました。 梅田カリウドのラップトップ FBI はそれがロシアの偽情報であると述べましたがそうではないことを知っていました。たった医師だけが勇気を持って報道したことは厳重に守られた秘密でした。アメリカ人の10人に8人がこの前例のない凶暴が2020年のボス選びの結果に影響を与えたと考えています。さらに全米有数の 不代入れ資格者の権利団体である、不代入れの真実は、400万分を超える不代入れ用紙の箱のビデオを収集し、これまで見られなかったレベルの不代入れ用紙の詰め込みを示しました。これは、これを行うために同じ個人が1日に28もの異なる場所に行ったことを追跡した非常に正確な携帯電話データによっても裏付けられています。 全体として何百万もの札入れ用紙が詰め込まれました。札入れの真実は調査に基づいて、投じられた全ての郵便札入れの7%が不適格であった可能性があると推定しています。また、110万通の郵便札が配達不能とみなされ、56万トンで814札が却下され、 1470万札がまだ追跡不能であると認めていることについて USPS 検査官長官及び米国選挙米国不代入支援委員会と話をしなかったのはなぜですか公益法務財団が明らかにしたようにですそれらはどこにありますか今日に至るまで全国の愛国者が不代入資格者名簿内の体系的な問題を明らかにしているため 新しい証拠が出現しています。さらに、テキサスからミシガン、アリゾナ、ウィスコンシンなど、全国の共和党の軍は、2020年の不代での認定を取り消し、却下することに投票しました。この問題に関する最新のラスマスセンセロン調査では、無党派層の53%と民主党支持者の35%を含む55%という驚くべきことに、 不正行為が結果に影響を与えている可能性が高いと考えていることが分かり、この問題が解決されていないことが明らかになりました。時間の制約のために現時点では提示していない他の多くの事実や矛盾がありますが、それらもふ札入れの決定要因です。あなたの要求に応じてこれらの追加の数字をあなたに提示しますが、すでに提示されているすべてのものは最終的な札入れ結果を何度も変えてしまいます。 という手紙をトランプ大統領は六月六日の非選択委員会魔女狩り裁判の議長さん宛てに送っています。いやトランプ大統領の戦略はやっぱりすごいというかいつも冷静っていうのがすごいなと思います。おあの中身は冷静じゃないのかもしれないけどいつも冷静で前向きで勇気があって陽気でそして人々を勇気づけている。 そんな姿勢がこの反撃にも表れているなと思ってアメリカトランプ大統領いて羨ましいよと思いますよ。日本はこういうリーダーがいないので私たち一人一人が頑張って国を守っていきましょう。それではまたありがとうございました。